はい、どうも、赤侍です。華麗に激しく決めろ、ベヨネッタ3初見プレイ実況続きですが、今回はですね、メインチャプターではなく、サイドチャプター1、Witch Sneaking ということでやっていきましょうか。多分ね、操作するのはベヨネッタじゃないような気がするんだよね。Witch Sneaking だから、まあ、魔女の追跡かな？スニーキングっていうのは、まあ、追跡とか潜入とかそういう意味なんですけども、ほら、いないもん。本来のローディングだったらベヨネッタがいるはずなんだけど、いないから今回は。お、場面が変わったね。まさか敵に先回り。あ、違う、ジャンヌだ。なるべく戦闘は回避したいところだな。あー、そういうこと。スニーキングミッションだ。奴らが正面突破してくれているおかげで屋上は手薄なようだ。つまり見つかるな。お、ミッションスタート。なるほど。あ、見つかるなってことね。完全にスパイ系じゃん。大丈夫これ。なんかこういうゲームあったよね。ステルスキル。え、むずくね。あー、リンクスウィズイン。あ、ハサミ打ち。センチピエルウィズイン、ムカデだね。武器を用いて選別しろってこと？結構無茶言うよね。ジャンスパイアクション。無理言うな、本当。なるほど。こういうゲームあったよね。お？あ。早速ですか？おう。魔法陣召喚。失敗。魔界へのアクセスが遮断されているだと。この施設が一体。なるほど、魔法が使えないわけだ。フランケンシュタイナー。奴らの相手は我が身一つで十分だ。はい、ということでやっていきましょうか。はい。封印された魔導術。基地内に張り巡らされた特殊なフィールドによってジャンヌの魔導術が制限されている。可能な限り光線を避ける。魔術消化できないが、扉やダクトの奥に隠れれば敵をやり過ごすことができる。やり過ごした敵に気づく前に背後から近づくことができれば一撃で仕留められる。仕留めた瞬間、ウィッチタイムが発動する。扉の奥に強力な武器が落ちてることがある。ワイで打つことができる。なるほどね。今だ。悪く思うな。ここだ。はい。今だ。それ。油断したな。それ。はいはい。あいた。やばいやばい。やばいやばいやばい。ここだ。こんなところまで奴ら手が。やばいやばいやばい。危ねえ。
ホムンクルスの襲来を予想していたと見て間違いない。あ、分かった。今だ。えい、ドン。よいしょ。あー、やっぱ上しかいけない。あー、いけるいけるいける。あー、いけない。なんで。あー、そうですか。はい、どうぞ。よし。もうスパイムかけらもねえじゃん。ほら。これむずくね。使わせてもらう。ここだ。おやすみ。今だ。よいしょ。これ難しくね。はい、どうやらダメらしいね。助かる。今だ。おやすみ。もうダブルキルじゃん。これさ、どうやっていくの。これ難しくね。ここだ。誘導したな。あった。これ、えい。でこれ ZL。泣きました。お。危ない。潰される潰される。潰されるほどダサいものはない。はい。ああ、なるほどね。ムカデになって。よっと。戦士にも休息が必要。え、何シャワー浴びんの。何そのサービスタイム。あ、不埒なやつめ。そりゃそう、そりゃそうなるよ。あ、ブラビー。向こう向け、向こう向け、向けよ。今だ。油断したな。ここだ。悪く思うな。
の無事を祈るしかないな。よしよし、クリア。いや結構初めてにしたらまあまあなんじゃん。ノーレス、うん、シャワータイム。あ、シルバーだ。やったね。とまあこんな感じで、なんだろう、ショートミッションじゃないけどこういうのがあるんだね。これでメインミッションに戻るわけだね。灼熱と消失の狭間、なるほど。狭間なのか隙間なのか、狭間だと思いますけど。ということでちょっと短いですけどここで終わりにしたいと思いますので、ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。概要欄の方に他の実況リストも載ってますのでチェックよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。